うもフィッシャーズシルクです。何この音、ビッチャビチャビッチャビチャゲリみたいな音鳴らしやがって。今日ね、ちょっとおじいちゃんおばあちゃんの家に来ています。で、俺ちっちゃい頃にいとこの妹いるじゃないですか、ゴキブリ投げたりうんこ枕元に置いたりした子。ちっちゃい頃ね、結婚しようって言ったか結婚しようって言われたか、まあちっちゃい子ならよくあるやつですね。だけど俺結構マジにするタイプなんで、ちょっと今日プロポーズしたいと思います。男からやっぱりした方がいいしね。俺マジ嘘つくやつできないんで、チョリスプロポーズ大作戦です。チョリス、あれ指輪どこ行ったっけ。こちらのね、結婚指輪を渡そうと思います。これ何号だっけ、80号だっけな、クッソでかいんですよ。喜ぶと思います。あ、やべ、変なおじいちゃんに見られた。まさかプロポーズするやつが階段の下でこうやって話してるとは思わん、おもらしじゃねえ。いや俺マジで覚えてなかったらあいつどうしてくれようかな。引っ張りでじゃんけんポンして天ぷらにしてあげてやろうかな。どうもー、俺に言ったちょっと約束をちょっと今日果たしてもらおう。誰、お前が言ったか俺が言ったか忘れたけど何言った。ええだいぶちっちゃい頃の約束を果たしてきた。お尻図鑑、お尻俺がお尻書いて、ひたすらお尻書いたの、お尻とうんこの説明書いてくれて、ずっと持ってるもん。俺の書いたうんこ真似して書いたの。真似してうんこ上手になったら、うんこ真似して書いたの。なんで俺のうんこ真似して書いたの。うんこが好きだったんだよ。うんこが好きだったうんこ見ると喜んでうちの家系うんこ好きすぎだろ。まだね、ここに入って遊んだ時何やってんの、ハハハじゃねえよ。おんぶは別に好きなだけするけどさ、じゃあ言ったじゃん。いつの話よ。結婚してやる。今何つった。結婚する。そう言った。いや気持ち悪い言ったでしょ。だから指輪買ってきた。どういうこと。果てしなくそれを信じ続けた男だ。俺嘘嫌いだからさ。え、どういうこと言ったの。お前は俺に言った。結婚するって言った。俺と結婚するってお前が言ったの。うん、何なの。今日プロポーズせんといかんなと思って。おう、うんじゃねえよ。いる指輪、せっかくだし。そこで言うか、普通。俺、押し入れにいるやつにプロポーズすんの、おかしくね。怖い、やだ。ばあちゃん言ったんだよ。小学校の頃に、俺と結婚するって言ったの。バカだね。それは無理。真剣に。イナゴ。いや、イナゴは入ってない。これ、これ指輪。指輪？うん。見せつけば。見る？あんなでっかい指輪あるか。うわすげえダイヤモンド。世界で1個のこんなもの見たことない。絶対買えない。ね。国を挙げて資金集めても買えない。そう。すげえ。そう。本当すげえ。まあまあ、いとこだけどもね。あの時の僕は、お前、人が真剣にプロポーズしてんだぜ、今。数年経ちましたけど、まあこの機会に、ぜひ結婚してください。お、すごいすごいすごい。うん、どこまで行くの。痛いよ、刺さってる。痛い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 。何普通に傷つけられた。舐めて治す。舐める、舐める、甘いよ。うぜえこいつ。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にセカンダリ、ツイッター、おすすめ動画いろいろとあります。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アデュー。はい、OK でーす。お疲れ様でーす。行こうぜ、行こうぜ。飲み行こう。飲み行こう。OK じゃねえ、お前。ごめんね。何だったの？若い子気づく。若い子だからなんだ。いや、オラオラのヤンキーみたいな。それ何円すると思う？3万円。3万円、惜しい。12万。本当に？嘘だよ。